東京競馬場、本日の第6レースの発走です。スタートしました。おっと、名称エアです。出遅れてしまいました。さあ、果たして何が行くでしょうか。アグネスアクイラ、前に行きそうです。続いてアグネスチーフ、先手を取ったのはアグネスアクイラ、その外から桜シンガー、桜キール、そのうちに続いています。好位置をキープしています。竹原ブルース、内からはアプスブリロ、その外にオートリサバナ、内からはダノンジレット、その外にアドマイアバイン、アメジストフェイ、それに続いています。緑の帽子、名称エアレス、その後ろエンマサビッチ、上がっていきました。その外にマチカネシステム、内からはデュークズサフラン、並んで9番ヤングヒューズ。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ、先頭は依然として古豪アグネスアクイラ、桜シンガー、ほとんど差がありません。4コーナーをカーブして、さあこれからです。アグネスアクイラ先頭、外から桜シンガー、アグネスアクイラ先頭、外から勢いよく竹原ポルス先頭、アグネスアクイラ懸命に追いすがります。あと 200m、 これは完全にちぎれた。残り 100m、 2番手はテンマサビッチ、竹原ポルス、この馬で決まりか。竹原ポルス1着、竹原ポルス完勝。2着はテンマサビッチ、これは物が違う。竹原ポルス